グリーンアナウンサー村ゆひこの3分トーキング今日のテーマはこちらですネタ探しの極意極意と大きく出てしまいましたが私はこれに尽きるなと思っていますそれは経験を感じ切ることたくさんの経験をすればネタや話題は増えていきますよね 本を読んだり、新聞を見たり、映画を見に行ったり、旅行に行ったり、アクティビティを楽しんだり、たくさんの経験をすることで、ネタや話題はおのずと増えていきます。でもどうでしょうそれらをぼーっと体験してしまったら、パラパラーっと本を見る、うん、まあいい本だったなぁ。映画を見る、ポテチをポリポリ食べながら、感動したような気がして涙を流して、はぁ、あ、すっきりした、で終わる。 旅行も誰かが立てたプランにふわーっとついていって楽しかったで終わる。まあそれもいいんですけどね。アクティビティも写真映えばかり気にしてしまって、アクティビティ自体をしっかりと楽しみきっていないとき、ねえねえ、どうだったって聞かれて、まあ、楽しかったよって終わってしまったことはないでしょうか。せっかくたくさんの経験をしているのにもったいない。 しっかりと経験を感じきるそして自分なりに言葉にしてみるということがネタ探しの極意ベースになる部分自分の体験したことを言葉にできる練習になっていくんですねということは何もお金と時間をかけて旅行に行ったりとかたくさんの経験をしなくても日常にたくさんネタが転がっているっていうことです 例えば朝家を出て会社に行くまでの間30秒ぐらいで「喋ってみてくださいどうぞ」って言われて「あはい8時に家を出て20分ぐらい歩いているうちに汗を結構かきまして会社についてまあいつも通りです」で終わってしまうのか例えば会社に行く道すがら美味しいラーメン屋さん「大大軒」っていうラーメン屋さんがあるんですけどその のれんのそばに冷やし中華始めましたっていう手書きの文字があってそれを見た瞬間脳裏にはあの歌が流れたんですもうそれから会社に着くまでの15分間ずっとあの歌でした食べたいみたいな感じで本当にちょっとした日常の中にストーリーになるネタっていうのはたくさんあるっていうことですネタ探しの極意 それは体験をしっかりと感じきることそして言葉にしてみることです。試してみてください。